近くの公園に来ました。それではの食えそうな葉、まずこれ。よくわかんないですね。このポケットに入れて、やっぱ三つ葉のクローバーだよね。こちらね、三つぐらい。クローバーが今回の主役となるので。で、なんか、ニラみてえなやつ。ニラみてえなやつを、もうこんぐらいだね。こんぐらい。こんぐらい取ってって、なんか、美味しそうですね、こちらも。もう何も知らないんで、草なんて。パンツとシャツ着たおじさんちょっと近寄ってきたので、なんか変なおじさんどっか行きました。めっちゃ見られました。こちらのなんかヨモギみたいなやつと、あのミントみたいなやつ、今回ね、こちらの草を作ってやっていきたいと思います。ね、ちょっとまあよくいるじゃないですか、知り合いだけど、別に喋れないやつにちょっとその人がいたのでちょっと逃げ込んできたんですけど、とりあえず草は今回の戦利品は多分タンポポの草、ちょっとうるさいですね。で、三つ葉のクローバー、これヨモギですね、多分。で、これがちょっとわかんない。で、なんか猫がつけるやつみたいな。こちらを今回使って美味しいお茶を作っていきたいと思います。じゃあ洗っていきます。これ絶対に洗った方がいいですよ。もう公園のって、ね、これ子供食べていいんですよ、子供の。だって公園だもん。危ないものあったらダメなんで。で、これこしたら絶対に美味しいでしょ。そしたら、ちょっと入れます。まあ、こんぐらいですね。少しでいいでしょう。そしたら、これで、まあ味付け塩にするか。いや、塩いらんか。しっかりここで洗ってあげることが今回大事ですね。じゃ、こんぐらいね。これ食べてみても美味しいな。じゃあ、茹で上がったやつは食べます。多分うまいんで。じゃあ塩もね、ちょっとかけていきます。塩かけます。塩全然入ってねえわ。あ、でも塩めっちゃ入ってた。こちらをね、こうやってやったら、うっ、これミントの香りが多分でかいと思うんですよね。でもミントは2個ぐらいしか入れてないんで、それでしっかりと、うわ、すげえ、なんか、うぃ、くっさ、うぃ、すげえ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 、ちょっと緑になってますよ。くっさ、ヨモギかな、ヨモギ、うわ、熱っ。
今ね、6ぐらいにしてます。あ、ちょっと待ってくださいね。運転うるさいと思いますけど、でも見るようになってきてる。一回止めてみますね。ちょっとうるさいな。見えますかね。でもちょっと見づらいかな。この目だと普通に茶色、緑っぽくなってるんですよ。多分この日の、この草の量だと、マジで臭い。ちょっと待ってくださいね。なんかこのミントがもともとなんか枯れてたんですよ。落ち葉みたいな汚い色になってるんですよ。これほら見えますか。これやばいっすね。あ、でもできてきましたね。くさ、マジでくせえ、吐きそう。で、これコップに入れて飲みたいと思います。マジでくせえ。いや、こちらもうね、茹で上がったので、こちらまずザルに、もうさっき入れたやつだよ。まあいいでしょ。で、こちらをマジで吐きそう。こちらにインザフュージョンと、でもなんかほうれん草みたいな、うわ、なんか入ってるよ。見えますかね。ほら、これちゃんと緑になってるんですよ。緑茶に、緑茶。こちらに入れていきます。なんか変なの入ってるんだよね。なんか入っちゃった。茶柱だと思えば、茶柱だと思えばいいでしょう。こちら飲んでいきたいと思います。あとこちらも、よし。それではこちらね、そんな量ないんですけど、なんか めっちゃ緑です。なんか本当に緑茶ですね、こちら。で、匂いいきます。よもぎ感が強い。もうほぼよもぎと言ってもいい香りですね、よもぎで。それでは行きたいと思います。世界一美味しいお茶まで3、2、1、ファイヤー、いきます。何これ、梅、飲んじゃいけなさそうな味します。なんか梅茶、なんか体にいいとかじゃなくて、なんかちょっと怖いですね。梅茶みたいな味します。おにぎりまずい、ね、まずい、鬼まずいより、なんか、なんていうか、梅茶の後に雑草の味しますね。これはやばい。ということで、じゃあ次、草たちをね、ちょっと一口いただきたいと思います。いきます。はい、こちらですね。旅館に泊まったらありそうですよね。葉っぱのおひたしみたいな。まずは安全そうな、こちら三つ葉のクローバーですね。これいただきます。
これは無味無臭っすね、クローバー。あ、これヨモギか。こちらヨモギですね。これいきます。これ安心だと思って。ヨモギあんま好きじゃないですよね。じゃあ本当に怖いっす。これも無味無臭っすね。じゃあ こちらのタンポポの葉っぱいきたいと思います。めっちゃ怖い。ちょっと苦い。うん、ちょっと葉っぱの味しました。ちょっと雑草の味しました。ちょっと冷や汗かいてきた。で、多分これ謎の葉っぱっすね。これか。これ謎の葉っぱっすね。こちらもいただきたいと思います。めっちゃ苦い。このなんか謎の草はめっちゃ苦いです。それでは一緒にね、うちは作れなかったんですけど、でも一応梅茶にはできることができたので、お茶ないなって方は公園へ行っていただいて、こちらのヨモギ、クローバー、ミントの枯れてるやつ、あとタンポポの草で、あと多分タンポポなんですよ。で、あとなんか変な草を2個ぐらい入れてみると、あの梅茶になりますので、梅茶飲みたいな、お茶飲みたいなって方はぜひやってみてはいかがでしょうか。まあね、後々ちょっと雑草の味するんですけども、まあ美味しいお茶には勝てませんでしたけども、でも想像してたよりかは全然美味しいです。しっかり洗っていただいて、しっかりね、お湯にやっていただければね、美味しい料理作れるんじゃないでしょうか。さあね、皆さん葉っぱ食べると思いますけど、ぜひね、クローバーとかね、無味無臭なので、初心者はおすすめだよって方なの、初心者はおすすめだよっていう感じのクローバーだったので、ぜひ食べてみてください。それではね、この動画、よかったよという方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。